はい、お疲れ様です。続いて、すぐ近くにある山の水族館というところに来ています。でですね、こちらは、ここのルベシベ町っていうんですけども、ここが、地域おこしで作った水族館になります。で、ここはですね、水族館プロデューサーで有名な中村はじめさんという方が、手掛けたものです。まあちなみにこの音楽なんですけど、この音楽はですね、こちらにですね、ちょっとこっちの方がいいかな。こちらにですね、世界最大の最大級の鳩時計というこれも地域おこしなんですけど、まあこれが今音楽で、今皆さんテスト中みたいな感じですね。で、まあ地域おこし、もちろんいいんですけど、まあ生き物を利用して地域おこしするのは本当にやめていただきたいと思います。こういう時計だったらいいんですけれども、まあ、こちらの山の水族館というのはまさに、生き物を利用した地域おこしです。で、ちなみにですね、イトウですね、幻の魚、まあ神の魚と呼ばれるイトウがここにいて、まあそれが売りなんですけども、まあ、ちょっと余談なんですけど、日本人のその神の概念っていうのは非常にいい加減でですね、まあ、伊藤を神だと言いながらですね、まあ、実際は絶滅させてるわけですね。野生絶滅です。で、今は水族館とか、まあ、そういう研究施設にしかいません。で、実際どうやってその繁殖をしてるかっていうと、実態は非常にえげつないものですね。女性の伊藤の腹を無理やり絞ってですね、生まれる前の、本当だったら出産はもっと先なんですけども、無理やり絞り出します、卵を。で、そこにオスの精子を無理やり絞り出して、こっちもですね、振りかけて人工授精させます。で、その女性の、伊藤なんですけども、あまりの苦しさに失神、気絶しちゃうんですね。で、その気絶した伊藤を起こすために、伊藤の下顎を、掴んで水の中でぐりぐり引き回すんですよ。で、そうすると、酸欠状態が治って息を吹き返すというやり方をやっています。まあ、これが、まあ、神の扱いかという話ですね。まあ、実際その、まあ、ヒグマに関してもキムンカムイという山の神という名をつけながら、まあ、殺してますし、そこら中に剥製があります。ですので神だから神っていう、なんかいい感じ言ってますけども、実態は、まあ、神を利用し尽くしているわけですね。なので実態とイメージは分けて考えなくちゃなくて、実態はまあひどいものです。まあとりあえず、そういうことで、これから見てこようと思います。まあ、すごいちっちゃい水族館なので、すぐ見終わると思います。はい、こちらですね。まあ、これぐらいしかありません。まあ、すぐ見終わってくると思います。ではまた、ちなみにさっきの北キツネ牧場もですね、最悪でしたので、また後ほどレポートさせていただきたいと思います。最悪というのもあれですけど、まあ実際最悪でした。はい、ではすみません、後ほど。